まず一つは後藤健二さん、同業者の一人として後藤さんほど危険なところの取材は今までやってきてないんですけど、フォトジャーナリスト、ビデオジャーナリストが自分たちの取材したものを伝えることによって広く自分の存在が、伝えようとしたものが伝えられるということよりも、残念なことに亡くなることによって後藤健二さんがこのような形で日本中、世界中で存在をね、改めて知られるということは本当は残念なことですね。同業者の一人としては本当は作品を通じて伝えたいことを知ってもらう、自分のやっていることを知ってもらう、後藤健二という名前を知ってもらうということが本来であるべきなんですけど、今回はものすごい残念、その意味で残念なことです。でもう一つはここに集まっている一人一人の市民の一言、そんな言葉よりも一国の最高権力者である首相の一言がどれほど一気にね、一瞬にして世界中に駆け回ってどういうメッセージを伝えてしまうかという恐ろしいことも今回の安倍首相の中東歴訪とその後の対応で明らかになったと思います。それは一つ一つ言葉を挙げなくても皆さん分かることだと思いますね。紛争地とか危険だと言われる戦場とかそういうところを取材するのは取材者一人一人の判断で自分の責任を持ってやるわけですけれども、今回のように人質になっていたことがすでに去年から明らかになっていた、こういうケースの場合を同列に扱うわけにはいかないですね。もう人質になっていて身代金まで請求されている、要求されているってことが歴然としているわけですから、そこは安倍首相は常々日本国民のね、生命と財産を守らなければいけないということを繰り返しおおむねように言ってますけれども、その言葉通りであるならば、なぜ中東歴訪の前に最大限の解放の努力をしなかったのか、それを国会で突き詰められていても安倍首相は答えられない、で出てきた結果は全く交渉してなかったということになりますね。菅官房長官、安倍首相の言葉から出てくるのは、これはものすごい恐ろしいことですよね。ですから取材者の自己責任云々を言う前に、政府は国はやるべきことをやってないだろうということですね。まずはやっぱり痛ましいっていうのと、
いやでほらジャーナリストがっていうよりも誰かがあそこに行って伝えないと、ああいう紛争地域の中に行って写真、画像なら画像、言葉なら現地の人の言葉なら言葉を伝えないと、もうブラックボックス、ブラックボックスになるわけじゃない。いくらさ、過去の歴史がこうだとかなとか言っても、今何が起きてるのかっていうのが誰かが言って伝えないといけない。その伝える仕事っていうのがジャーナリストなんだ。何が起きてるかっていうのを伝えるのがジャーナリストなんだよ。ヘルプじゃないんだよ、うん、だからでそういう人がいるおかげで、僕らは何が起きてるかっていうのを知れるわけだよね。そうだね。だからまあなんそういうなんかそっちの振り込んだら何かを利用するんだろうなと思ったんですけど、そのこれかよみたいな感じなんですね。このやっぱ人質事件というね、本当にね殺されてしまったじゃないですか。そういう人の命を本当に利用して、いや今憲法改正とかね言ってますけどね、ちょっとなんかひどいですよね、なんか、うん。